こんな軽トラでお見合い会場に来るやつがお見合い相手？しかも見れば貧乏で解消なしの男っぽそうじゃないか。ふざけるな。ここはお前が来ていいところではない。俺はアトラクティブの社長だぞ、帰れ。お見合いする予定だったのに、突然見合い相手の父親に怒られ、しかもなぜ人格を否定されるのかがわからない。それにアトラクティブってなんか聞いたことがあるなと引っかかっている。しかしその後、ランボルギーニで登場した俺の父親は、それだったら10億円の契約キャンセルでと言い放ち、岐阜は地獄に落ちるのだった。俺の名前は藤井剛だ。物心つく前から父子家庭で育ってきた。俺は物心つく前、母親が病気で亡くなったと小学校の時に父親に知らされた。父親は母親の代わりになるように俺を男で一つで必死に育ててくれていた。そんな父親の職業は自営業の土木作業員だ。母親がいないのに父親も大した仕事をしていないということで、学生時代は同級生からバカにされることがあった。お前のところ母親いないのに父親は工事現場にいる作業員かよ、だっせーな。毎日は言葉にして言われなかったが、蔑む目で見られることは多かった。俺はそんなに気にしないことにしていた。だって父親は仕事に誇りを持っていたし、俺も土木作業員はなくてはならない大切な職業だと知っていたからだ。同級生から土木作業員について嫌なことを言われると、小学生の時に泣きながら父親に言ったこともある。その度に父親は、土木作業員の仕事はな、人と人との架け橋になるんだ、人とのつながりを大切にするんだといつも誇らしげに言っていたり、信念を持っていた。ただ幼いながら父親の経営がうまくいっていないことは分かっていた。贅沢ができない家庭というのを父親を見て理解できるし、うちは貧乏だろうなと思ってしまっていた。ただ親心としてなるべく子供には苦労をかけまいとしている姿は実感できた。俺はなるべく欲しいものをねだりはしなかったが、どうしても何か欲しいと言うと買ってくれたことはある。でも父親の分を何か削ってくれたか、その分働いているかをしてくれている。とにかく自分の苦しいところを俺に見せようとはしない父親だった。そんな父親の姿をずっと見てきたから、人を大切にする正義感は常に持っていた。小学校を卒業し、中学に入学してから、同級生の中に清水玲子という女性がいた。彼女は学年一のマドンナで、誰もが認める美女。そして、勉強もできる才女だった。同学年で彼女を知らない者はいなかった。俺なんかは手の届かない高嶺の花の存在だった。その上、大企業アトラクティブ株式会社の社長令嬢らしい。なおさら俺なんかは彼女の視界に入るだけでも申し訳ない気がする。ある日、学校の図書室から教室に戻ろうとしたとき、清水玲子が俺の視界の先に映った。しかし、同じクラスの陽キャの男子が、俺の目に彼女を映さないように前に出てきた。はぁ、思わずため息が出て視線が下に落ちる。教室の中でも、俺は清水さんより前の席だから、
授業中、不意に彼女を目に入れるのは困難。せっかく少しだけ近寄って見ることができると思っていたのに。残念に思いながら再度彼女を見る。すると目の前の男子が右手を思いっきり上げ、彼女が持っていた教科書たちを瓦割りの要領でバシンと落とした。キャッ！彼女の悲鳴とともに、彼女が持っていた教科書数冊とノート、筆箱などすべてが床に落ちた。やり、やっと全部落とせたぜ。前にいた男子3人がみんなで嬉しそうにハイタッチをしている。やっと？ということは何度か同じようにして彼女の持ち物を落とそうとしたのか。俺は彼らが他の女子にそういうことをしているのを見たことがない。もしかしたら清水さんにだけやっていることなのか。何やってんの？落ち着いた声で彼らに言ってやった。同じ男として情けなく出た声だ。声をかけながら落とされた彼女の教科書たちを拾い上げ、彼女に手渡す。学年一のマドンナということもあり、そういった好きの裏返しでそういった対象になることも多々あったのだろう。彼女は案外何でもない様子だった。行こうぜ。ああ、つまんねえ。完全にしらけたわ。先ほどまで陽気にハイタッチを交わし合っていた彼らは、見下すような目で俺を見てこの場を去った。ありがとう。小声でボソッと言った彼女は小走りでこの場を去った。俺は少し彼女が心配になった。俺にはなんだか彼女の今の言葉が泣きそうに聞こえたからだ。じゃあ今日はこれで終わり。みんな気をつけて帰るんだぞ。ホームルームの終わりに担任が挨拶をする。先生、さよなら。帰り支度ができた生徒が順に教室を出ていく。あれ、宿題あったかな？あ、ねえ、今日って国語の宿題あったっけ？隣の席にいた男子に声をかけた。何も答えてくれず席を立つ。そして何事もなかったかのように彼は教室を後にした。後ろの方でさっき清水さんに嫌がらせしていた男子たちが俺を見て満足そうに笑っていたのを見逃さなかった。まあ今日の宿題が出ていなかったとしても念のためやっておこう。もし宿題が出ていたにもかかわらずやってなかった方がリスクがあるから。俺は容易に考え下校するのであった。翌日、俺は珍しく寝坊をして学校に遅刻しないギリギリの時間に着いた。あれ？驚くことに教室内全員が体操服へ着替えている。なぜだ？今日は体育がないはずだから俺は体操服は持ってきていない。あれ？藤井くん、なんでまだ制服のままなの？教室に入る俺に昨日清水さんに嫌がらせをしていた男子の一人が俺に見下しながら声をかけてくる。今日体育はない日じゃ。その言葉を待っていたかのように彼はにやりとする。昨日クラスの LINE で知らされたはずだけど、ちゃんと確認しないと。そんなことを言われ、俺はとっさにカバンにしまってあるスマホを取り出す。特に授業が体育に変わったなんて書いてない。それに気づいて顔を上げると、彼は陽キャグループに戻っており、人数を増やし俺を笑っていた。他の人にも視線を向けると、目が合わないようにそらされた。なるほど、あいつらの指示で
俺はクラスから孤立することになったのか。今まで特に目立たず、クラス内に静かに馴染んでいたと思っていたが、別にいいけど、小学生の頃と同じような扱いをされるだけだ。気にしないようにしよう。1時間目から体育で、その上ギリギリに登校した俺は、他のクラスから体操服を借りる時間もなかった。おかげで体育の先生に怒られ、授業を欠席することになった。なるほど、清水さんの次は俺ってことか。まあ、彼女が嫌な思いをしなくなったのであれば、それでいいか。俺は席に戻りながら、あいつらに仕返しを考えようとした。しかし、父を思い出し、それをやめた。父のような正義感を俺は持っていると思っていたので、こいつらみたいなことは絶対にしない。つながりを大切にするんだ。人とのつながりを無限にするような奴らには絶対に屈しない。改めて信念を持つのであった。そんな学生時代に恵まれなかった俺の時も、十数年が経った。俺は年を重ねるにつれ、父親みたいになりたいという気持ちが強くなっていた。そのため、父親の土木作業員を継いでいた。学校という社会には恵まれなかったが、父親の職を継いでからは、周りの環境には恵まれていた。ということで、今回進めようと思っていたが、どうだい？ぜひ協力させてください。俺は今、次の現場での作業を取るために、取引先と商談をしている最中だ。商談相手になっているのが、沢田さんという50代の男性だ。彼は父親が現役で仕事をしている時からの関係だ。沢田さんは、俺が父親の後を継ぐと言ったら、喜んでくれた人でもある。経験値が浅い俺にも、親身になって教えてくれる。時には俺を自分の息子のように接してくれることもあった。仕事の話はこれくらいにして、と一息置かれた。どうしたのだろうかと不思議に思っていると、沢田さんが空気を変えた。実はな、剛くん、君に受けてもらいたいことがあるんだ。神妙な面持ちで俺を見る沢田さん。何か重要な案件でも任されるのか。俺は短い時間内で、なるべく何でも受け入れる心づもりをした。何でしょうか。俺にできることであれば、何でも申し付けください。ドキドキしながら沢田さんの表情を読み取る。全然仕事の話ではないんだがな。もう剛くんも30手前のいい男じゃないか。どうだ、お見合いでも。想定外の提案に、俺はどう答えればいいのか分からずにいる。お見合いですか。ここまで女性関係は一度も作れなかった俺。いきなりお見合いを提案されても、うまくいくかはわからない。でも正直なところ、あと数年で30になるので、家庭を持ちたい気持ちはあった。だがこの環境だと、それは難しいのだと、半ば諦めていたところもあった。いらないお世話をしたかな。先ほど真剣な表情をしていた沢田さんが、すぐ答えは出さない俺を見て、負担に感じたようだ。あ、いえ、沢田さん。そんなことないです。今まで俺に縁がなかった話なので、つい考え込んでしまいました。俺でよければ、ぜひその話を進めてください。願ってもないチャンスだから、快く引き受けた。
実際父親に言われはしまいが、そろそろ俺に新しい家庭を作ってほしいとでも思っているであろう。そうか、よかった。お相手に関しては当日の楽しみにしておいてくれ。先ほどの表情とは打って変わって、沢田さんは楽しそうなものになっていた。相手に関しては情報なしですか？会う前に心の準備をしたいのに。そうだ、君のことだから、相手のことを教えたら会う時まで彼女のことを考え、当日彼女に取り繕うだろう。それよりも素の君を相手に見せた方がいいと思うんだ。なんていうことだろう。当日まで相手の名前や顔もわからないのか。まあ沢田さんがここまで言ってくれる人物だ。素の俺を相手に見せた方がうまくいくってことかな。わかりました。それでもお見合いの話は進めてください。よろしくお願いします。父親に沢田さんがお見合いの話を持ってきてくれたことを話した。いい話じゃないか。あ、今度の土曜日か。父親はお見合い話には乗り気だったのに浮かない顔をしている。悪い、強し。今度の土曜日の午前中は大口の商談があってな。時間通りに行けない。ただ遅れても必ず行くからな。父親は残念そうに言った。確かに大口の商談であれば、俺のお見合いよりもそちらを優先してほしい。ただ実際に相手方と顔合わせをするのは12時前だから、なんとか間に合ってほしい気持ちはある。仕方ないよ。来れないよりも少し遅れてくるなら、最初は俺で進めておくから。相手方にも事情を話しておくよ。そもそもお見合い自体も急に決まったことだから仕方がない。すまない。あとそれと当日は自家用車で行くつもりなんだ。さらに父親に申し訳なさそうにされた。いいよ、気にしないで。俺は軽トラで行くから。俺の家には自家用車と農業用の軽トラで車は2台ある。父親にはさすがに大口商談で軽トラで行くようにはお願いできない。俺自身は話はついたと思っているが、父親はどうしても納得していない表情であった。すまん。父さんは商談が終わったらすぐ強しのところに行くからな。お見合い当日、商談がある父親は俺よりも先に外出する準備が整っている。お見合いまでの間、何度もさっきのことを心配してくれる親。ありがたいのだろうけど、俺が大丈夫って言っているから、そのまま自信を持って商談に行ってきてほしい。わかってるから、もうさっさと商談行ってきな。心配する父親をよそに、俺はさっさと商談に向かうように促した。この時までの俺は、お見合いの場で軽トラに行くことで印象が悪くなるなんて知らなかった。父親を見送った俺も早々にお見合いに向けて準備をした。待ち合わせ時間に余裕を持って会場に着いた俺。お客様、申し訳ございません。本日は予約で席が埋まっております。軽トラで食事会場に入ろうとすると、入り口にいた男性に声をかけられた。声をかけてくれた言葉はとても丁寧だったが、表情が明らかに俺を見下しているものだった。ああ、いえ、僕もここ12時で予約しているんです。名前は藤井剛と申しま。藤井？あ、お前は。そう言うと男性はみるみる怒っていった。
お前があの藤井という男か。こんな軽トラでお見合い会場に来るやつがお見合いて、しかも見れば貧乏で解消なしの男っぽそうじゃないか。ふざけるな。ここはお前が来ていいところではない。帰れ。なぜ突然俺は知らない男性に怒られ、しかも人格を否定されるのかがわからない。俺も黙ってはいられない。何かお気に触ってしまわれたのであればお詫びいたします。しかし僕はあなたに気分を害することは。うるさい、黙っとれ。俺は大企業アトラクティブの社長だぞ。俺の言葉を遮った上、目の前の男性は大声を出している。アトラクティブ、どこかで聞いたことある名前だな。俺は脳内で引っかかっているが、なかなかこの正体が思い出せない。せっかくお見合いの場を設けたというのに、こんな貧乏な男だったとは。娘に顔向けできないじゃないか。ぽつりとその男性は吐く。その言葉はもちろん俺の元にも届いていた。もし俺の聞き間違いでなければ、この人が義父になるということか。それはどうしても避けたいことである。せっかく好意にしてくれてる沢田さんからのお見合い話だったのに、俺はこの先この人とも一緒に親しい関係を続けていける自信はなく、断ろうとした。さようですか。お互い今回のお見合いは不利益のようですので、お話はなかったことに。その時、聞き覚えのあるエンジン音とともにランボルギーニが俺ら二人の前に止まる。その車から出てきたのは父親だった。そう、俺たちが言っていた自家用車というのはこのランボルギーニのことだった。なんだ、まだ中に入ってなかったのか。父はとっくに俺が食事会場内にいるかと思っていたみたいだ。俺はこちらに駐車をしようとしたところから父親に経緯を話した。なるほどな。静かに父親が怒っているのがわかる。であれば清水さん、今回の10億円の契約はキャンセルで。父親は冷静なトーンでこの嫌味な男性に言い渡した。俺からしたら何のことかわからない。藤井様、どうしてそんなことを。まさかこんな貧乏男に現実を言ったからでしょうか。お言葉ですが藤井様、とてもじゃないですけどこの方は。まだこの男性は俺の悪口を言っている。懲りないやつだ。清水さん、その貧乏とけなしている青年は俺のたった一人の大切な息子だ。今回の契約に息子は関わっていないが、私の大事な息子に見下すのような態度を取る人とは仕事はできない。息子？藤井？彼も彼なりに考え、ようやくこの事態が理解できたようだ。俺も同じくだ。やっと理解できたようだな。ここまで仕事を大きくできたのは強氏のおかげなんだ。強氏が SNS マーケティングに進出することや、会社に損益が出ない施策を編み出したおかげで法人化もできた。息子の力で我が社は引っ張りだこの建設会社となったんだ。今の俺があるのは間違いなく息子のおかげです。そこも承知の上でこちらと契約しようとおっしゃっていただいたのかと存じます。御社も新たな大規模商業施設を建設する計画があっただろうに、お力になれず大変残念です。父は残念な気持ちとともに取引中止をこの男性、いや清水さんに言い渡したのだ。帰るか。父の言葉にこくりとうなずく。しかしここで不審に思ったのか、
お見合い相手が出てくる。その女性はどこかで見たことがある顔だった。どうしたんですか？上品な佇まいをしており、いかにも頭の良さそうな彼女。そうだ、あの清水玲子だった。俺は思い出した瞬間に声が出そうになった。あの高嶺の花の存在だった彼女とお見合いができるかもしれなかったんだ。そう理解するのであった。悪いね、清水さん。今回の話はなかったことにしてくれ。再度冷静に父は彼女に言った。その後、父はランボルギーニに戻っていった。しかし俺はこの場から離れることができなかった。お父様、どういうことかしら。震え出しそうな肩を押さえながら、視線が下にある彼女は父に問う。いやー、ちょっとな。向こうの父親と馬が合わなくてな。彼女はどこから知っていたかは不明だが、彼女の溜まっているものが爆発した。どうしてよ。なんで破談にするのよ。いつもそうじゃない。私の望むものは何一つ叶えてくれない。そのくせ、自分の言うことを聞かない人は首にして。母さんだって、母さんはあんたのこと好きだったのに、追い出して。私は母さんについていきたかったのに、あんたの勝手な都合でここに残されて。そのくせ男の子が良かった。だったら他で男の子を作ればよかったじゃない。彼女は次第に泣き出した。彼女の父親は初めて自分の娘の本音を聞いたのか戸惑っている。おい玲子、こんなところでよせ。こんなところ？娘の心配より自分の体裁を気にするのね。ならもっと言うけどさ、結婚しろ結婚しろって言うくせに、紹介する人みんなを蔑んで結局結婚させたいの？普段私は結婚話を断ってきたけど、やっと結婚したい人を見つけられてさ、ようやく結婚できると思ったのに、何よこのざまは。結局立派な肩書きがある人でないと結婚しちゃいけないの？それなら娘の気持ちなんてどうでもいいわけ？そんなお父さんのお眼鏡にかなう人なんていないわよ。清水玲子はまだ言いたいことがあったようだが、どうにもならないことを察したように、もういいと言い、父親に何も言わなくなった。関係ない家族問題を俺は勝手に聞いてしまったことに罪悪感を覚えた。一瞬彼女は俺をちらっと見た。表情を変えずに俺に近寄り、一枚の紙を俺の手の中に残し、会場内に消えていった。ちゃんと顔を見れたのはこの一瞬だけだった。学生の頃と比べて、やっぱり彼女は大人っぽさもある美人な顔立ちとなっていた。清水玲子の父親はその場に立ち尽くすだけであった。軽トラに戻り、手を見ると彼女に渡された紙があった。中を見ると連絡先とともに連絡してと文字が書いてあった。彼女は今回のお見合い話もうまくいかないことを予感していたのであろう。俺はその日のうちに彼女に連絡を取り、後日清水玲子と会うことにした。ごめんな、二人きりで大丈夫だったか？前回と違って普段着で清水玲子と会った。彼女も最低限のおしゃれをしてくれている。私は大丈夫。ごめんなさいね。あの時は醜態を見せちゃって。個室のカフェにいる俺らは、個室の特性を生かし、誰からも会話を聞かれる心配がなく話すことになった。俺の方こそ何もできずに聞いていてごめん。そんなことないよと言わんばかりに彼女は俺の方を見てくれた。
藤井くんに相談していいかわからないけど、もう知られちゃったから言うね。あの時父さんに言ったこと、本当に辛かった。学生時代も、クラス内で密かに、いつも社長令嬢の娘って言われて距離置かれてて。父さんも学校内で友達を作ったって無駄だ。将来関わらなくなるのだから、友達は作るなと言われていたし。あの時の続きを聞いているみたいで、さらに申し訳なくなる。なんで俺なんかに言ってくれるんだろう。学生時代、特に親しかったわけでもないのに。友達は作れなかっただろうけど、清水さんは実際モテてたでしょ。だから、その俺の言葉に、彼女はムッとした表情を見せた。あ、触れてはいけない話題だったのかな。俺は恐る恐る口を開こうとした。社長令嬢だからって周りと同じようにできなかった。お遊戯会では主役をやらされたり、学園祭でもメイドの服を着させられたり、大人になってどこに行っても肩書きや容姿ばかり見られているのは嫌だった。また悲しそうな表情をする彼女。学生の頃そういうことで悩んでいるとは思わなかった。いつも笑顔でいたのは無理した彼女の気持ちの表れだったんだな。今更気づいても遅いだろうけど、父親もお前は大企業アトラクティブの社長令嬢なんだからなが口癖で、いつも厳しい人間だった。学生の頃からふと、私父さんのために生きなきゃいけないんだなってついつい思うことがあって、人生どうでもよくなったことが何度もあるんだよね。今だから言えるけどみたいな感じで言ってくる彼女。でも俺には彼女の気持ちがわかる。そんな明るいテンションで話さなくていいよ。辛かったでしょ、子供の頃も今でも。俺も陰でもいろいろ言われてきたから気持ちはわかる。泣きたいなら人前でも泣けばいいじゃん。少しでも気持ちを軽くしないと後から取り返しがつかないことがあるよ。俺がそう言うと、彼女は必死に我慢していたであろう涙が一気に流れ出た。俺は残念ながらそんな女の子の適切な対応方法がわからない。よく頑張ってきたな。その言葉とともに彼女の肩に手をトントンと置くことしかできなかった。でもね、震えながら彼女は続ける。中学の頃、何度かクラスの男子に持ち物を落とされたことがあって、最初は筆箱を弾き飛ばされただけだったんだけど、彼らもそれだけじゃ面白くなくなったせいか、どんどんエスカレートしたんだ。初めて持ち物全部落とされた時、藤井くんに見られたんだ。ああ、あの時か。俺たちの共通点ってそれくらいしかないんだよな。と少し気まずくなってしまう。話題が少なくて困る。何度か彼らに嫌がらせされているのを他の人に見られたことがあるけど、みんな見て見ぬふり。でも藤井くんだけは違った。彼らに注意してくれたし、教科書を拾ってくれた。それが嬉しかった。それだけのことなのに、その時にあなたに一目惚れしちゃった。え？まさかの発言に、俺は彼女の顔を覗き込んでしまった。彼女の肩に触れていることもあり、覗き込む顔の距離が近すぎた。そんなムードもあったが、俺は思わず彼女から遠ざかってしまった。あ、ごめん。
彼女の肩に置いてあった手も今は自分の腹の前のテーブルの上だ。ううん、あの時からずっと藤井君のこと考えちゃってたんだよ。彼女の泣いた笑い顔に思わずドキッとしてしまった俺。それにあの時からずっと俺を思っていたなんて想像もできなかった。こんな俺でよければ。そのまま俺は勢いに乗り彼女に告白をした。お見合い場はうまくいかなかったが、俺たち二人はこの場で本格的に交際することになった。しばらく父親と離れていた玲子だったが、父親も自分の娘の本音や泣き顔、冷却期間を置いて、ようやくはっと気づいたらしい。その時から娘の声に耳を傾けたり、自分の社員を大事にしたりと、改心している様子が伝わってきた。それが俺の父親の耳にも入り、結果破棄した契約は再開の方向になり、10億円の取引をすることになった。その後、俺たちもめでたく結婚することになり、幸せな家庭を作るのであった。いくら肩書きがあるとはいえ、周りを大事にできない人とは一緒に仕事はできない。ただ、当人がそれに気づくのは容易ではないんだ。俺たちも気づいてもらえるように、声を上げたり行動で示して、より良い協力をしようと思う。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。農業なんて肉体労働、最下層の人間がやることじゃないか？とある高級料亭で開かれた娘のお見合い。向こうの両親は娘の生まれを聞くなり、そう罵ってきた。話すことも自慢ばかりで、正直、印象は最悪だ。うちの血が汚れちゃうから、縁を切ってくれますか？今後一切、関わらないようにしましょう。夫が不在で、私と娘が何も言い返せないのをいいことに、罵詈雑言は続く。限界を迎えた私は、娘を連れて、その場を後にした。頼まれた絶縁も受け入れた。去る私たちを見て、ニヤニヤ笑う彼らは、まさか、あんなことになるとは思いもしなかったのだろう。私の名前は土屋直子。都内で生まれ育った女だ。進学も就職も首都圏内で完結させたのだが、何とも言えない退屈な感じを抱えて生きてきた。そんな私が今の夫と出会い、農家に嫁いだのはもう25年前のことだ。当時は農業のことなど右も左もわからず困惑する毎日だった。しかし四半世紀も経てばすっかり慣れる。都会から来たおとなしい女だったはずの私は、今ではもう農家のお母ちゃんだ。三人の子宝にも恵まれた。長女の土屋美穂は、首都圏の大学に進学し、そのまま向こうで就職した。寂しい気持ちもあったが、親としては娘のやりたいことを応援したい。長男は農業に微塵ほども興味がないようで、工業系の大学に進んだ。学生寮に住んでいるので、年に数回程度しか顔を合わせることができていない。やっぱり寂しいが、長女と同じ理由で応援している。次女はまだ実家にいて、地元の高校に通っている。都会と違って、通学が少々不便なのだが、一人暮らしはしたくないという怠け者なので、
家から学校まではバスを使っている。農家の生まれだからか、朝が早いことは特に苦痛ではないようだ。義父母も農家をやっているのだが、仕事に対する情熱が桁違いだ。もちろん私も誇りを持ってやっているのだが、そんな私から見ても目を見張るものがあるように感じる。この前来た新しい人がね、それはそれは手際が良くてびっくりなのよ。仕事の話をしに我が家へやってきた義母は嬉しそうにそう語った。旦那の実家はこの辺りで一番大きな農家だ。情熱のおかげか、広大な土地とそれに見合った資産を持っている。義父母の二人だけでは到底作業が間に合わないため、繁忙期には人を雇っているのだ。そうなんですか。お若い方ですか？43歳なんですって。都会の方で工事のお仕事をやってたけど、会社が倒れちゃったみたいなのよ。ああ、それでですか。差し詰め、ここなら生活資金が安く済むと踏んで引っ越してきたといったところかな。義母が語る手際の良さに加え、力や体力もあるだろうから、平均年齢が高い業界では即戦力となる人材だ。大型特殊免許も持っているようなので、もはやお宝と言ってもいい。そういえば、もうそろそろお米を収穫する時期ですよね。そうなのよ。お米は量が多くて毎年苦労してるけど、今年はどうかしら。彼に期待しましょう。そんな雑談をしてから、私たちは仕事の打ち合わせを始めた。知っている人同士だとどうしても話がそれがちだ。良くない癖だとは思っているのだが、25年も経っていてこの調子だからもう諦めるしかないかもね。義父母の畑で採れる野菜はどれも質が高い。アスパラやキャベツ、トマトにキュウリと時期によって多種多様な野菜を採っている。特に冬に雪の下から採れる野菜は甘みが強いとのことで人気があった。昔は漠然としていた春夏秋冬や旬という概念を今は身近に感じることができる。私はそんな農家としての生活が大好きだ。ある時、長女の美穂にお見合いの話が持ち込まれた。その話が私に届いた日の夜、急いで伝えねばと思い美穂に電話をかけた。お見合い？そうなのよ。どうする？そう伝えると、美穂は驚いた様子で言葉を詰まらせた。彼女は今年で25歳だ。社会に出てまだ数年だし、結婚は少し早いような気もするが、別に悪いことではない。相手はどんな人？ちょっと待ってね。今見るから。相手の男性は岐阜から紹介された人である。懇意にしている人から相談を受け、美穂の話をしたのだという。今年で30歳になる方なのよ。5個上か。年齢に続いてその人に関する情報を簡単に伝える。かなり立派なお家の生まれだ。親としては都会で妙な男に捕まって結ばれるよりよっぽど安心できる。まあそうだね。おじいちゃんのメンツもあるだろうから会うだけ会ってみるよ。あまり乗り気ではなさそうだが参加してくれるという。我が子ながら美穂は優しい娘に育ったと思う。じゃあ急で悪いけどよろしくね。予定は後でメールしておくから。うん、わかった。どうしても向こうさんの都合がつかず、お見合いは4日後の
土曜日に開催されることになっている。バイバーイと電話を切った。携帯を机に置き、私は寝る直前まで相手の紹介状とにらめっこしていた。お見合いの当日、家から少し行ったところの駅で美穂を拾い、見知らぬ道をカーナビの案内に従って1時間ほど進んだ。はい、到着よ。ありがとう。私は美穂よりも緊張しながら車を走らせ、会場として指定されたお店へとやってきた。美穂は助手席に座っている。本当は夫の土屋智弘も連れてくるべきだったのだが、突然の予定すぎてどうしても開けられなかったのだ。うわぁ、すっごいお店。実際に見ると違うわね。車を降りた美穂は店の外観を見て簡単の声を上げた。和風建築で敷地内には日本庭園がある。小さな池には綺麗な模様の鯉がたくさん泳いでいるのが見えた。料亭大崎は日本全国に展開している超がつくほどの高級料亭である。大きな道路から外れたところにあり、車の音はかすかに聞こえるのみ。その静けさがまた厳かな雰囲気の一因となっている。準備はできた？畳み忘れた車のサイドミラーを使い、美穂は襟や前髪を整えた。うん、大丈夫。納得したのか、姿勢を中腰から直して姿勢よく歩く。飛び石を渡って進むと手動の扉があった。のれんが出ているのでもう入れるはずだ。開くと右手側に下駄箱があった。靴を脱いでひらがなの書かれた木の札を取る。いつも思うけど、このタイプの鍵ってどういう仕組みなんだろう。いらっしゃいませ。キョロキョロしていると、店員さんが小走りでやってきた。2名様ですか？はい、土屋と申します。先に来ている人たちのところへ合流したい。その旨を伝えると、店員さんが奥の部屋へ案内してくれた。内装はもちろん和風である。こちらでございます。ありがとうございます。私が軽く礼を言うと、美穂もそれに倣って会釈をした。失礼します。障子を開き、部屋の中を見る。床は綺麗な畳で、本当に踏んでいいものかと心配になった。窓からは美しい庭園と池が眺められる。駐車場からちらっと見えたものだろう。どうも遅くなりました。おお、土屋さん。本日はわざわざご足労いただきましてありがとうございます。相手3人のうち、一番窓側の男性が形式ばった挨拶を口にした。彼の隣、真ん中に若い男性がいた。彼は正人さん。美穂のお見合いの相手だ。さらに、その隣に女性が一人。正人さんのお母さんだろう。さあさあ、立ち話もなんですから。失礼します。着席を促され、部屋の奥へ。正人さんの迎えに美穂が、彼の父である仁さんの迎えに私が座った。慣れない服装で収まりが悪く、何度か座り直した。お互いが何を話そうか考えている間、美穂は正人さんをちらちらと見ている。それは相手も同じようで、時々目が合っては微笑んで会釈してを繰り返していた。ではまずは自己紹介といきましょうか。ええ、そうですね。
ひとしさんの発案により最もオーソドックスな流れになった。では私から。先陣を切ったのは正人さんであった。まず美穂に名乗らせようと思ったのだが、先を越されてしまった。大崎正人と申します。本日はよろしくお願いいたします。当たり障りのない挨拶をして頭を下げる彼は、どこか頼りなさそうな印象の人物だ。見た目で人を判断するのは良くないが、きっと華奢な体格がそういったイメージを持たせているのだろう。その後、向こうの両親、美穂、私と続いて挨拶を済ませた。ちょうどその頃、予約したコースの副菜が運ばれてきた。店員さんが去ると、いよいよ本格的に話が始まる。さて、私どもの会社の話ですがね。会社ですか？妙に楽しげなひとしさんは突然そう言い出した。私もお見合いは初めてだからわからないけど、普通は主役の二人について話すものじゃないのだろうか。どうですか、この和室。こんなところで食事ができるなんて素晴らしいでしょ。店の名前大崎と彼らの苗字が同じなのは偶然じゃない。料亭大崎は彼らが経営しているのだ。その時その時の旬の食材を採用した毎日異なるコース料理が人気を博している。テレビや新聞で取り上げられたこともあり、お偉いさんが来店することもあるようだ。そんな店の経営者の親戚になる可能性があるため、私は異様に緊張していたのだ。ところで、正人ですがね。長々と店の自慢話をされて、正直うんざりしていた。やっと主役の話になりそうなので、私は再び座り直して姿勢を正した。これは将来、私の後を継ぐ予定になっているんですよ。今は一社員として勉強中ですがね。そうですか、ご立派ですね。私が感心すると、正人さんは恥ずかしそうに会釈をした。美穂はですね。それはそうと、正人ですがね。今度はこちらから娘の話をしようとしたのだが、向こうの母親がそれを遮った。聞こえなかったわけじゃないだろうけど。経営学部を成績優秀者として卒業したんですよ。そうですか。某有名大学を出たのだという。普通に素晴らしい経歴をお持ちなのは分かったが、正直親御さんの印象が良くない。正人さんもそう分かっているのか、二人の間でもじもじしている。美穂さんは何のお仕事をされているのですか？空気が悪いと感じたのだろう正人さんが、親を差し置いて美穂に聞いた。私は病院で管理栄養士として働いています。おお、管理栄養士ですか。二人の会話になるかと期待したが、そこへひとしさんが割り込んできた。お見合いをしたいのか、自慢大会をしたいのか、はっきりしてほしいところだ。しかし土屋さんは農家なんですよね。ええ、確かに農家をやっていますが。突然私にボールが回ってきたので驚いた。少し動揺しながら答えると、今度は美穂に向かって問う。美穂さんはどうして農家と関係ないお仕事をされているのでしょう。はい。質問の意図がわからず、美穂は聞き返した。ひとしさんはどうしてかニヤニヤしている。実家が農家なら、学なんかつけなくてもよかったんじゃないですかね。あ、もしかして見下されてる？そりゃ、向こうさんからしたら、農家の仕事は地味かもしれないけど、見下されたり、馬鹿にされたりするのは気に入らない。農業なんて肉体労働。
最下層の人間がやることじゃないか。そう罵ってきたひとしさんに便乗して、奥さんも笑いながら同意している。何か言い返してやりたいが、これは美穂のお見合いだしな。そんな風に考えていると美穂が口を開いた。私が管理栄養士をやっているのは、母が私の本当にやりたいことを応援してくれたからです。実家をバカにするようなことはおっしゃらないでいただきたいです。言いたい放題の二人に娘がそう言い返した。私の気持ち的には助かったのだが、お見合いの空気感は最悪だ。美穂がやめろと言ったにもかかわらず、二人は農家をバカにし続けた。ニヤニヤからゲラゲラといった様相に変わっており、その品のなさは高級料亭に似つかわしくない。まさか自分たちの自慢をして農家を見下すだけのためにお見合いをセッティングしたんじゃないだろうか、そう思わせるほどである。やっぱりこの話はなかったことにしましょう。ひとしさんがそう言うと、父さん、どういうことだよ。まさひとさんは驚いてそう聞いた。しかしひとしさんは聞く耳持たないといった様子で続ける。うちの血が汚れちゃうから縁を切ってくれますか。今後一切関わらないようにしましょう。血統に土がついちゃ困るわ。罵るだけならあははで済ませたのだが、二人は越えてはいけない一線を越えた。もう我慢ならない。こんな奴らに美穂をやるわけにはいかない。正人さんには申し訳ないけど、この縁談はこっちから願い下げだ。わかりました。今後一切あなた方とは関わりませんし、料亭大崎には一歩も足を踏み入れません。さよなら。早口でそう言い、私はカバンを持って立ち上がった。帰るよ美穂。え、あ、うん。美穂も上着を手に取り立ち上がる。有名料亭の料理に縁がなくなるなんてかわいそうに。例の二人は慌てる様子もなく、私たちを笑いながら見ていた。わざと強めに障子を開き廊下を歩く。ねえお母さん、いいの？いいのよ。あんなところに嫁に行く必要はないわ。そうじゃなくて。ドタドタと足音を立てて店の玄関に着くと、慌てた様子の正人さんが追いかけてきているのが分かった。土屋さん、土屋さん。息を切らしながら彼は私たちに向かって深々と頭を下げた。両親が申し訳ございません。お二人に向かってあんな失礼なことを。声は震えているが、その綺麗な姿勢からは誠意が伝わってくる。あの二人からどうやってこんな真面目な方が生まれてきたのか、まか不思議である。しかし私としても今後あの二人と関わりたくはない。本当に正人さんには申し訳ないが、心を鬼にして告げる。今後一切野菜の納品も取りやめます。縁を切ってくれと言われてしまいましたのでね。他の業者を当たっていただけますか。料亭大崎は土屋家で作った野菜を使っている。味や品質の面で満足できるものを探しているようだが、どうもうち以外は見つかっていないという。土屋家から一社購買というわけだ。そうと分かっているはずの経営者があんなことを言ってきたので、私も美穂も度肝を抜かれたのだった。仕方のないことです。経営者たちには私から伝えておきますので。真っ青な顔で震えながら正人さんは申し訳なさそうに言う。料亭大崎は土屋さんの野菜のおかげで成り立っていると言っても過言ではありません。僕個人としては
土屋さんの納めてくださる野菜が一番好きです。そうですか。あまりにも誠意にあふれた彼の言葉を聞いて、私は一瞬だけほだされそうになった。ダメダメと気を取り直し、下駄箱から靴を取り出して店を出た。その間、正人さんはずっと頭を下げたままであった。それから少しして、料亭大崎への納品はきっぱりやめてゼロになった。その分の野菜は他の市場に出せるので、土屋家はほぼノーダメージである。野菜だけに限らず、義父母が作る米や味噌もすべて出荷停止。言われた通り、完全に大崎家との縁を切ったのだった。それからしばらく経った。お見合いの日の怒りなど忘れかけていたある日のこと。小さめのトラックを走らせて農産物直売所に納品しに来ると、農家のおじさんたちとどこか見覚えのある人物が言い争いをしていた。だから、料亭大崎でお前たちの野菜を使ってやると言ってるんだ。おとなしく納品しろ。そう怒りながら上から目線で言っていたのは大崎仁さんだ。その姿を見て私もまた怒りがぶり返してきた。青果市場を当たれと言ってるだろ。しつこいよあんた。しつこいのはそっちだ。市場なんか通したらマージンが発生するだろう。まるで赤ん坊のようなわがままな振る舞いをする仁さんに、農家の人たちは怒るというよりもすっかり呆れ返っていた。農家を見下すような会社にどこの誰が納品したいと思うんですか。その現場を見て運転席に座ったまま思わず声をかけた。お前！私の顔を見て思い出したのか、彼の怒りの矛先は私にシフトする。お前が納品しなくなったから、うちは大変なんだぞ。そうでしょうね。でも、縁を切ると言ったのは、あなたの方でしたけど。だとしても、他の農家が野菜を納品しないというのは、お前が手を回したからだろ。彼は、ものすごい剣幕で私を問い詰める。もし、トラックを叩いて来ようものなら、即警察案件だ。目撃者は無数にいるから、大丈夫だろう。最下層の人間にそんな力があると思ってるんですか？私はただ娘のお見合いでこんなことを言われたと仲間に話しただけですけど。あの日の彼の言葉を引用すると、仁さんは悔しそうに歯を食いしばった。田舎は噂が回るのが早いからね。それにみんな自分の仕事に誇りを持ってる人たちばかりだから、農家を馬鹿にする言葉は許せないんだよ。そこへ、他の農家さんが話を聞きつけて現れ、彼に言葉をかけた。みんな毎日力仕事をして日に焼けているので迫力がある。仁さんはただ、その迫力に縮こまるばかりであった。そこへ、さらに増援が来た。直子、夫の智弘だ。その姿を見て、仁さんは目を丸くしている。あなたは、市川財閥の会長秘書さん？なぜこんなところに？いや、なぜも何も。夫です。うちは兼業農家なので。そう告げると、仁さんは手を震わせながらうめき始めた。料亭大崎の会長さんですよね。あなたこそどうしてここに？そんな調子で話をする智弘。妙に演技がうまくて笑ってしまいそうになった。というのも、美穂のお見合いでの出来事は夫にも話してある。もちろん激怒したし、さっきまでの出来事も見ていただろう。その上で彼に質問をしているのだ。農家の方々にうちの会社に納品してもらいたいとお願いをですね。
アポは取りましたか？それに、みんな忙しいですし、こんなところで口約束しても無意味ですよ。やるならきちんと契約しないと。智弘が言うと、仁さんは目を泳がせた。できないですよね。みんなに断られてましたし。本当は、最下層の肉体労働者に頭なんて下げたくないんでしょ？おどおどする彼に、私もそんな風に追い打ちをかけた。あなたの発言は、到底許せるものではありません。これ以降、料亭大崎の利用を控えるよう、全グループに通達します。智弘の勤める財閥はとても規模が大きく、全国各地に支店がある。傘下の会社も含めると相当な数に上る。それらの会社が接待や慰労会などで料亭を使わなくなるというのはかなり大きな痛手になることだろう。それから個人的な話ですが、智弘は冷静にそう前置きをして続ける。農家は食を支える大切な職業です。あなたに見下される言われはありません。ご自身に業者を選ぶ権利があると思っているようですが、逆もまたしかりです。我々は今後一切あなたを選ぶつもりはありませんから、そのつもりで。彼がそう言うと、その場にいた農家たちから拍手が起こった。家中の仁さんは顔を真っ赤にして、なぜか私を睨んでいる。農家のコミュニティは広いですよ。この辺りの農家から直接買い付けることはもう無理だと思ってください。ちきしょう、覚えてろよ。状況に耐えかねたのか、彼はそんな小物悪党のような捨て台詞とともに逃げ帰っていった。料亭大崎はその後、どこからか納品してくれるところを見つけたらしい。しかし、野菜が変われば味も質も変わる。その上、米や味噌は安価なものを使用しているらしい。智弘がいるグループからは使われなくなり、味も落ちたことで関係ない客足も遠のいた。某有名評価サイトでも、短期間の間に星一つの評価を大量に獲得したらしい。おかげで、さらに人気は低迷したのだそうだ。それに加えて、情報源や真偽のほどは不明だが、料亭大崎に関する黒い噂が世間に流れ始めた。経営は立ち行かなくなり、一つ、また一つと店舗が消えていっている。見ろよ、直子、この特集。何？智弘が持ってきた雑誌には、料亭大崎の文字があった。経営失敗、殿様経営の末路、と赤く大きな仰々しいフォントで書かれていた。どこかの店舗の外観や経営者の写真などが載っている。あらら、派手にやられたわね。ああ、これで彼らも一躍時の人だな。なんて、私たちは冗談ばかり言って笑った。また少し経った頃、直売所に新しいスタッフが一人増えた。華奢な体格でメガネをかけた男性だ。名前は大崎正人という。いつも通りトラックで納入しに行くと、ちょうど彼と出くわした。土屋さん、この度は本当に申し訳ございませんでした。土屋さんや他の農家の方々を馬鹿にする発言をお詫び申し上げます。彼はまた私に頭を下げ、丁寧に謝罪をした。頭を上げてよ。あれはあなたが謝らなくちゃいけないことじゃないでしょ。土屋さん。彼の両親は料亭大崎の経営に大失敗して多額の借金を抱えたらしい。しかし、長らく経営者として君臨していた殿様には、人の下で働くことが難しいようだ。
やっとの思いで就職が決まっても、すぐに何かをやらかして解雇というのをひたすら繰り返しているようだ。お見合いの日から少しした頃、僕は両親と絶縁したんです。そうだったの。昔から人の意見に耳を貸さず、農家だけでなく料理人や清掃員などのスタッフにも敬意を払うことはなかったのだそうだ。正人さんが言うには、何にせよ二人が従業員に見限られるのは時間の問題だったようだ。僕は必死にスタッフさんを引き止めようとしたんですが、二人はそれすらおせっかいだと言って。おそらくだが、ひとしさんたちもこのままではまずいと分かっていたはずだ。しかし変なプライドが邪魔をして、息子の正人さんに頼ることができなかったのだろう。なので僕は両親を見限ってこちらでお世話になることにしたんです。ちなみにどうして農業を？そう聞くと、正人さんは少し照れくさそうに右手で後頭部を書いた。実はずっと農業に興味があったんです。大学もそっちに行きたかったんですけど、両親があれなものですから。両親と絶縁した今、自分の好きなことをやれる、それが嬉しくて正人さんは智弘に声をかけたようだ。夫の斡旋により、彼はここで仕事ができるようになったのである。そっか、じゃあお仕事頑張ってね。はい。前に会った時よりもさらに痩せたように見える。過度なストレスなど、まあいろいろあっただろう。しかし元気さはそれとは反比例している様子だ。あ、土屋さん。そう考えながらトラックを進めようとすると、正人さんに呼び止められた。どうしたの？美穂さんにもあの日のことを謝りたくて、どうかよろしく伝えてください。彼はまた頭を下げた。正人さんの謝る姿はもう見飽きてしまったな。わかった。伝えておくね。ありがとうございます。笑顔を向ける彼に手を振り、私は今度こそトラックを走らせた。正人さんは直売所スタッフの中では最年少であり、一生懸命働くのですぐにみんなからの信頼を勝ち取っていた。両親があんなことをしたのにどうして？みんなね、君個人が頑張っていることを評価してるのよ。今まで両親の言いなりであったため、自分自身の行動によって得られた高評価に新鮮さを感じているようだ。かくいう私も彼の真面目さには恐れいる。直売所だけでなく、繁忙期には畑の手伝いまでしてくれるのだ。工事の仕事をしていた彼と正人さんの二人が頑張ってくれるので、義父母も大喜びだ。また彼は若いからできる様々な発案もしている。若い人にも農家を知ってほしいということで、農場見学や農家カフェの企画をしたり、SNS で発信したりなどしてくれた。その効果は目に見えて現れている。採れたての野菜で作る料理が美味しいと、ありがたいことにわざわざ都会からカフェに足を運ぶ人が現れ始めたのだ。少しずつだが、農業地帯に活気が出ているのを感じる。え、正人さんってあの時の？帰省した美穂に彼のことを話すと、娘は目を見開いた。華奢でおとなしそうな彼が、まさか現場で汗をかく仕事を選ぶとは思わなかったのだろう。そうそう、美穂にも謝りたいって言ってたから、今日の納入は一緒に来てくれる？うん、わかった。美穂を連れて直売所に行くと、いつも通りにバリバリ働く正人さんの姿があった。
こちらに気がつくと彼は慌てて駆け寄ってきた。いつもそうだが、今日は特別大慌てである。美穂さん、お久しぶりです。あの時は不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません。ああ、また謝ってる。そう思って、笑いながら見た正人さんの顔は、すごく嬉しそうであった。いえ、そんなに謝らないでください。ご両親のことは母から聞きました。大変だったと思いますが、正人さんがお元気そうで何よりです。そこへ。こら、正人くん。そんなとこで、のろけてないで、手伝ってくれ。と、直売所の奥から声がかかった。のろけてなんてないですよ。では、すいません。これにて失礼します。よければまたお会いしましょう。それだけ言い残し、正人さんは駆け出した。そんな彼を、美穂は微笑みながら手を振って見送っていた。それから、美穂と正人さんは距離を縮めた。出会いから一年が経つ頃、二人は正式に結婚することが決まった。両親とはすでに縁を切っているが、ダメ押しにもう一手打ちたいとのことで、婿養子として土屋家に迎えることにした。義父母は後継ぎができたことに喜び、私と智弘は娘の結婚を喜んだ。一方、長男は後を継がなくて済んだことを喜んだ。まあ、理由はおのおのあるが、とにかく大崎正人と土屋美穂の結婚はみんなに祝福されたのであった。二人の結婚式は、毎年きれいに咲くチューリップの開花時期に合わせて農場で行われた。懐かしいね、この感じ。涙を拭いながら、隣に立つ智弘に話しかけた。ああ、もう25年以上経ったのか。思い返してみれば、美穂が生まれる少し前、花畑の中心に立っていたのは私と智弘だった。私たちの結婚式もちょうどチューリップの開花時期を選んだのだった。私は昔、農家とは全く関係ないところから来た。最初は戸惑うことも多かったが、義父母や周りの人がよく面倒を見てくれた。おかげで、今では食を支える農家としてやっていることを誇りに思えている。娘の結婚式には、当時私を支えてくれた人たちも駆けつけてくれた。直子ちゃんも今まで本当によく頑張ったわね。そうよね。今じゃ立派な農家のおばちゃんだもんな。そんな風にねぎらいの言葉をかけてくれ、私は思わず涙を流した。いや、しかしおばちゃん、おばちゃんか。まあ、それはそれとして。この土地でいろいろな人と出会い、いろいろな経験ができた。それは私にとってまがうことなき幸福である。披露宴は料亭大崎の後にできた農家レストランで行うことになった。正人さんが買い取って経営をしている店だ。彼が運営し、管理栄養士の美穂が地域の美味しい野菜を使ったメニューを考える。夫婦による完璧なコンビネーションだ。彼らの思いがたくさんこもったレストランは、これからますます規模を大きくしていくことだろう。それこそ、例の料亭を超えてしまうかもしれないな。たくさんの人に囲まれて、笑顔を浮かべる若い二人。その姿を見て、私と智弘は感慨深く思うのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。
クソガキは仕事しとけ。ほら、バスの座席表見てみろ。お前の席はないぞ。お前の分は不参加で提出してやったんだ。店舗で新車に囲まれている方が幸せだろ。俺ってば気が利くよな。新卒で入社した会社の社員旅行で、俺だけバスの座席がなく課長に問いただすと、課長はそんな俺を見て、あざ笑いながらそう言った。俺がお前の分まで楽しんできてやるからな。しまいには、ショックを受ける俺に、さらに追い打ちをかけるように、そう言われてしまう。今さら予約し直して社員旅行に参加できるわけでもないので、俺は泣く泣く店舗に戻ることに。しかしその後、社員旅行先である高級旅館にて、社長が到着した社員に慌てて聞いて回っていた。俺の息子、見てないか？俺の名前は佐藤雄一。小さい頃から車が大好きで、父親も車が大好きな人だった。それに、ものすごく車のことには詳しくて、俺が、あの車に乗ってみたい、と言ったものには必ず乗せてくれるなど、小さい頃からいろんな車種に乗せてくれていた。俺は、そんな父親の背中を見るように育つ。車の知識を教えてくれると、それをどんどん覚えていった。車の博物館にも何回も連れて行ってもらって、父親と車を通して楽しい思い出をたくさん作っていった。俺が車を好きな理由は父親のおかげでもあるが、父さんの昔話を聞いた時から始まった。俺の父親も車好きな父親のもとで育っていた。俺にとっては祖父にあたる人だ。戦後の廃墟の中で、さっそうと走る車が目に飛び込んできて、目を引かれたらしい。特に自家用車は復興の象徴で、そんな車に憧れを抱いた祖父。そして祖父はそんな車に携わる仕事がしたいと思い立って、車の整備士の仕事に就き、それに人生を捧げた人だった。父親も俺も、そんな祖父の生き方に感銘を受け、影響されたのだった。現在販売されている車は、どんどん環境負荷の少ないものになっている。これからのことを考えると、環境負荷の少ない車の販売を特に推し進めている車ディーラーに就職したい、と思う気持ちが俺の中で強くなった。そういった車の販売を進めていくことで、今後の日本の環境にも貢献していけるのではないかと考えた。言うなれば、車の新時代を作っていけるのではないかと、俺はさらに意気込んだ。それから、月日はさらに流れて、俺は大学では経営学部に進んだ。佐藤くんって、好きなタイプの女の子っているの？好きなタイプの女の子？いないなぁ。立ち居振る舞いも堂々としていると言われることも多い。告白も何回かされたし、自分で言うのもなんだが、女子にもモテた。しかし、大学の間は、特に彼女を作ることもなく、学業とアルバイトに専念した。研究室では、車と経済の未来をテーマに研究をし、学部賞を受賞するほどに、車愛は健在。とにかく車が好きで、知識はいくらあっても物足りない。だから勉強は怠らないというより、怠れないタイプだった。アルバイトでは、高級イタリアンで接客の仕方を学ぶ日々を送っていた。そして、大学の経営学部を卒業すると、その県全体に販売店舗を持つ車のディーラーに無事採用され、俺は入社した。新卒社員のほとんどがそうなのだが、新車販売店舗に営業として配属される。俺もその一人だった。接客も4年間のイタリアンでの経験を存分に活かすことができ、スムーズに仕事に打ち込むことができた。商品知識も車好きなのと、日々の情報収集で豊富な知識量を持つ俺。そのおかげで、入社して早々、新卒の中で群を抜いた販売成績を上げたのだった。佐藤、お前すごいな。よかったら俺にも車のこと詳しく教えてくれよ。頼むからさ。おい、
抜け駆けはずるいぞ。佐藤、俺にも教えてくれ。もちろんです、先輩方。そんな仕事熱心な俺を先輩たちはとても可愛がってくれた。それに、年の近い先輩の中には、新車の知識について俺に聞いてくる人もいた。上司に同じ質問をすると怒られるけど、後輩である俺には何回聞いても怒られない上、説明も上手だ、と褒めてくれた。佐藤くん、先輩たちから教え上手だって聞いたわ。よかったら私にも教えてくれないかしら。もちろんいいぜ。やったー。今度なんかおごるね。同期入社で同じ店舗に配属された立川恵里も、たびたび商品のことを俺に教えてもらっていた。エリが特に聞いてくるのは環境性能のことだった。とはいえ、いくら車が好きだって、どんなことでもわかるわけではない。販売員としては、車そのものの知識だけでは足りないのだ。カップのコースとか、専用クレジットカードの特典とかについては、そんなに詳しくないため、立川と共に勉強したり、先輩に聞いたりして勉強をした。なんだろう、立川と一緒にいると、すごく楽しい。きっとこれが恋なんだな。こんなに楽しくて胸が熱くなるなんて知らなかったや。そんな立川と共に頑張るうちに、俺は次第に立川に対して恋心が芽生える。だけど、なかなか告白するタイミングがつかめず、未だに友達という関係だ。あ、ごめん。手が当たっちゃった。痛くなかった？うん、大丈夫、平気。勉強している途中で、互いの手が触れた場面があったのだが、立川はどこか照れている感じだった。それを見て、立川も俺のことを気にしてくれているといいな、と思いながら、俺はいつか立川に告白することを自分自身に誓ったのだった。しかし、店舗には唯一俺をよく思わない人物がいた。それは課長の山野健介だった。彼は知識のある俺のことを、経験もないのに頭でっかちのクソガキ、と評し、何かと嫌がらせをする上司だった。佐藤、これ今すぐ済ませてくれ頼むよ。え、もう定時過ぎてるんだけど。例えば、定時が過ぎて帰る用意をし始めた俺に仕事を押し付けたり、俺が接客しているお客をかっさらっていったり、新車のパンフレットを俺にだけ配らないなど、嫌がらせは数知れず、思えば思うほどストレスに感じてため息しか出てこなかったが、なんとか耐えられる嫌がらせだったので、俺はわざわざ上には報告しなかった。だが、それも毎年春に行われる社員旅行の日を迎えるまでのことだった。うちの会社では、毎年春に新入社員の歓迎も兼ねて社員旅行が行われることになっていた。毎年交代で各店舗に留守番社員を置くのだが、新入社員は歓迎される立場なので、絶対に旅行に参加することになっている。俺と立川は新入社員のため必ず参加となっていた。俺はこれは立川に告白するチャンスだとウキウキしながら当日を迎え、社員旅行の集合場所へ向かった。集合場所は会社の駐車場で、俺が到着した時、まだみんなは来ていなかった。時計を見ると、予定の集合時間より30分前だ。どうやら、張り切りすぎて早く着いてしまったようだ。まだかまだかと社員のみんなを待っていると、そこへ次に来たのは山野課長だった。数々の嫌がらせを山野課長から受けてきたので、苦手意識はあったものの、さすがに社員旅行の日まで嫌がらせはしないだろうと、安易に考えてしまった俺は、山野課長に、おはようございます!と、元気に声をかけて挨拶をした。しかし、山野課長から帰ってきた言葉に、俺は絶句することになる。山野課長は、俺に気づくなり、なんとも嫌な笑みを浮かべて、ある表を俺の前にちらつかせた。嫌な予感がする。こんなところで何やってるんだ?クソガキは仕事しとけ。ほら、バスの座席表見てみろ。お前の席はないぞ。お前の分は不参加で提出してやったんだ。店舗で新車に囲まれている方が幸せだろ?俺ってば気が利くよな。嫌な予感は的中し、
山野課長はよりにもよって社員旅行当日に思う存分俺に対して嫌がらせをしてきたのだ。座席表を山野課長から奪い取った俺は目を凝らしてよく見てみる。だが俺の名前は本当に記載されていなかった。しかも高級旅館の予約も俺だけされていないという。こんなことまでするなんて驚いたし、立川に告白できなくなると思った俺は絶望する。ショックのあまり、本当は俺はみんなから嫌われているのではないかと自分自身を疑ってしまったほどだ。当日になって参加が認められるわけでもないと思った俺は、ここで課長と揉めても仕方ないと落胆し、立ち去ることを決意する。わかりました。では、俺は店舗に戻ります。おう、そうしろそうしろ。俺がお前の分まで楽しんできてやるからな。などと、山野課長には去り際までそんな風に言われ、なおさら落ち込んだ。移動して店舗内に入ると、留守番社員である先輩に、え、どうしてここに？お前、旅行場どうしたんだよ？と心配されたが、俺は準備してきた荷物を見られているのもあって、すいません、ちょっと具合を悪くしてしまって、休憩所で少し横になってもいいですか？と苦笑しながら答えた。先輩は俺の体をいたわりながら休憩所へ案内してくれた。具合なんて悪くないのに、仮病を使って先輩に心配かけさせるなんて悪かったが、なんとなく本当のことは先輩には言えなかった。それから、山野課長にはバスには乗れないと伝えてありますので報告は大丈夫です。と先輩に念を押して言う。気を使ってくれる先輩だから、もしかしたら山野課長に報告する可能性を考えて、俺は先手を打ち、先輩と山野課長を接触させないようにした。そんな俺を疑いもしない優しい先輩は、わかった。お前はそんなこと気にしなくていいから、ゆっくり休めよ。良くなったら後で旅行先に行けば大丈夫だから、と俺を安心させるように話した。優しい先輩にすごく罪悪感を感じたが、これも俺のことで余計な騒ぎを立てないため。そう思えば何とか耐えられた。俺以外の新入社員や社員さんたちには、純粋に旅行を楽しんでもらいたい。そして俺はしばらく休んだふりをして先輩に声をかけた後、思いついて自分の車で社員旅行の行き先である海沿いの温泉町へ行くことにした。こうなったら自腹でみんなと同じ旅館に泊まるしかない。そう思い立った俺は車に乗り込む前に社員旅行先の高級旅館に当日でも宿泊できるか問い合わせしてみたのだ。すると、運よく一部屋空いていたとのことだったので、宿泊できるそうだ。実費は痛いが、貯金があったので大丈夫だとしばらく車を走らせる。今頃みんな高級旅館で荷ほどきをしたり、温泉に入ったりしてるんだろうなぁと想像して、また落ち込んだ。でも、悲しんでいても仕方ない。美味しそうな漁師飯をいただけるお店にでも途中に寄って気分を紛らわせようとしたのだった。一方、その頃高級旅館では社長が、俺の息子見てないか？と見当たらない自分の息子を探しながら社員のみんなに聞いて回っていた。新入社員たちにも聞くが、社長の息子さんですか？どの方ですか？と初耳で混乱し始め、息子のいる店舗のスタッフに聞いても、え？と誰のことだか分かっていない様子であった。すると社長に一本の電話が入る。社長はその電話の内容を聞いて安心したらしく、みんなに連絡が来たからもう大丈夫だと話すと自分の部屋に戻っていくのであった。あの生意気な佐藤がいないだけでこんなに旅行を満喫できるとは。まるで俺の天下みたいな気分だな。ここまではしてやったりの山野課長は、そう独り言をつぶやいた後、大きな顔をして、部下を引き連れ、温泉に入ったり、ビールを飲んだり、高級旅館を思う存分に楽しんでいた。一方で、俺の姿が一向に見えず、立川は心配そうにしていたそうだ。でも、俺に LINE をすると、遅れていくから大丈夫だよ、と返信が来る。立川は、その返信を見てとりあえずほっとしたのだった。
久しぶりに会う同期とのおしゃべりも楽しかったからだろうか、立川は遅れる理由などはそれ以上俺に追求しなかった。そして夜の宴会が始まる。まずは社長の温度で乾杯。それから社長が昨年度の経営成績と今年度の目標について語った。その後社長は、この春息子が入社しましたので紹介いたします、ほら入ってこいと言って息子に部屋に入ってくるよう促した。襖を開け宴会場へ入っていったのは俺。見知った俺を見て社員たちのどよめく声が聞こえる中、俺はみんなに改めて自己紹介をする。改めまして、新人の佐藤雄一です。社長の息子だということは今まで皆さんに内緒にしていてすみません。今後、新車店舗、中古車店舗、高級車店舗、板金センター、本社管理部の順で移動していく予定なので、いろいろ教えていただけますと幸いです。社員のみんなに頭を下げ、挨拶を終えると、俺に拍手を送る社員たち。その拍手があまりに大きかったためびっくりしたが、歓迎されているようだ。ただ、一人を除いては。俺の視線はある一点のみを捉えた。俺が社長の息子だと知り、震え出す山野課長だ。それもそうだろう。あれだけ嫌がらせをしてきたこと、後悔してももう遅いのだから。それにしても、なんでお前は途中参加だったんだ？宴会の後で、なぜ途中参加なのかを社長である父に聞かれ、俺はこれ以上隠すことを諦め、父にすべてを話すことにした。それから、父が事実を知って数時間後、すでに夜の12時を回っていたが、山野課長は父に部屋に呼び出される。なぜここへ呼び出されたのか心当たりがあるようで、滝のように汗を流しており、明らかに動揺している山野課長。父はそんな山野課長に鋭い視線を送っていた。最初は驚いたよ。旅行先についても予約しているはずの息子の姿は見えないし、息子の行方を社員たちに聞いても、息子はみんなに社長の息子だと伝えていなかったしで。それについてはわざわざ自分のことを話さなくてもいいと思ったもので。俺がそう言い訳すると、山野課長から今度は俺に鋭い視線を送る父。ここはこれ以上口を挟むのはやめといた方が良さそうだ。まったく。しかし、どういうことかね、山野課長。新入社員は全員参加と決まっていることは知っていただろう。なのに、うちの息子をわざと参加から外したらしいじゃないか。まあ、うちの息子ということはさておき、新入社員歓迎会でもある旅行で、大事な新入社員を仲間外れにした罪は重いぞ。と叱られた山野課長は、顔も上げられず正座をしていた。そんなものを上に立つ役職にはつけておけない。追って事例を待つように。続けてそう父から言われた山野課長だが、それに納得できなかったのか反論をする。待ってください社長。いくらなんでも事例は。それに、私が息子さんに嫌がらせをしたという証拠は終わりですか？証拠を提示してもらっていないのに、おいそれと納得できません。お言葉ですが、私は一切息子さんに嫌がらせをしたことなど、一度もありませんよ。証拠を見せられていないという理由で、まるで息を吹き返したように山野課長は堂々とそう言い切った。どうやら事例と言われて意地でも会社にしがみつくようだ。しかし、父もそんなことは想定済みだったのか、やけに冷静だ。それはまるで、証拠は存在しているかのように。証拠なんて俺は知らないが、本当にそんなものがあるのだろうか、と不安になる。俺は山野課長の嫌がらせを我慢するだけで、嫌がらせを証明できるものは何も持っていない。ましてや、山野課長に嫌がらせを受けていたと父に打ち明けたのは今日が初めてだ。まさか、俺が打ち明ける前に父は知っていたのか？と、俺がぐるぐると思考を巡らせている中、父が、そうだな。だが、証拠ならある。君、彼女を部屋から呼んできてくれ。と、そばにいた女性の秘書に伝えると、秘書は、かしこまりました。
と言って部屋を後にする。一体誰を連れてくるのだろうと思っていると、それから数分後に部屋のノックがし、社長、彼女をお連れしました。と戻ってきた女性の秘書から声がかかった。ああ、中に入ってくれ。と父が返答し、中に入るよう促すと、部屋の扉が開く。それから部屋にいる三人の視線がそちらに集まる。失礼します。聞き慣れた声が聞こえてハッとする。なんと、女性秘書と共に緊張気味に入ってきたのは立川だった。みんなが寝静まっている時に来てもらってすまないね。いえ、これも佐藤くんのためですから。立川、どうしてここに？父と会話し、部屋に入ってきた思わぬ人物に俺は驚いた。それが立川だったからだ。立川は驚いている俺を見て穏やかに微笑んだ。実は以前からお前が山野課長から嫌がらせを受けていると彼女から聞いていてな。今回証拠を押さえてもらうために協力してもらったんだ。ごめんなさい佐藤くん、知っていたのにすぐに助けられなくて。いや、俺の方こそ巻き込んでしまって。立川の登場があまりにも衝撃的すぎて思わずぎこちなくなる。父はお互い気を使っている俺たちを見て微笑ましそうにしていた。一体いつから立川に協力を得ていたんだ親父。私から証拠を抑える？一体何を言って。言い逃れはできませんよ山野課長。私はこの目であなたが佐藤くんに嫌がらせをしていたのを見ました。そしてその時にとっさにスマホのカメラを回していたんです。立川はスマホを取り出すと動揺している山野課長に突きつけた。スマホの画面に映った動画は今朝の俺と山野課長とのやりとりだった。こんなところで何をしているんだ。クソガキは仕事しとけ。ほらバスの座席表見てみろ。お前の席はないぞ。お前の分は不参加で提出してやったんだ。店舗で新車に囲まれている方が幸せだろ。俺ってば気が利くよな。俺に座席表をちらつかせて嘲笑っている山野課長を改めて見るとなんだか腹立たしい。あの時少しでも怒っていれば何か違っていただろうか。これは劣気とした証拠になるような山野課長。ましてや私という証人もいます。他の人にも聞けばおそらく日頃からあなたが佐藤くんに嫌がらせを行っていた目撃者も出ることでしょう。私は偶然ではありましたが本日以外にも一度見たことがあります。なので今回社長にご相談した次第なのです。いかがでしょうか山野課長。これでもまだあなたがやっていないと言えますか。動画の再生が終わり、一部始終を見た俺たちは山野課長の返事を待った。山野課長は淡々と言った父と立川の言葉に押されまたもや滝のような汗を流して黙りこくっていたが、認めるわけにはいかないのか再び口を開いた。先ほどの映像で私が言っていたことは認めます。ですが佐藤が社長の息子だと知っていたら私は嫌がらせなんてしていませんでした。知らせなかった社長たち親子には果たして非はないんでしょうか。もはや山野課長の言い分は責任転嫁だ。父はやれやれと言った様子でそれを一刀両断する。君は本気でそんなことを言っているのか。え？言っていれば嫌がらせをせず接し、言っていなければ平気で嫌がらせを行う、と。とんでもないことだな。社員の前に人としてどうなんだね。そう、それは。やれやれ、そんなこともわからないなら、もはや君は人として問題だよ。出直してきなさい。父はこれ以上は付き合いきれないと山野課長を部屋から追い出した。山野課長はうなだれたまま暗がりの廊下をしばらく歩いた後、崩れ落ちるようにその場にへたり込んだのだった。どうやら父の言った言葉が痛烈だったらしく、朝社員のみんなが起きて気づくまでずっと廊下の隅の方で放心状態だったとか。俺は証拠を抑えてくれた立川と父に感謝をした。いろいろあったが、結果的に笑顔で旅行を終えることができそうでよかったと思うのだった。それから翌々日、旅行から戻ると会社の掲示板に辞令が出ていた。山野課長は課長職を解かれ、
うちの会社で地味な部署とされている倉庫係の平社員に降格となっていた。辞職も考えたようだが、妻子に食べさせるために会社に残らざるを得なかったという噂である。そういえば、お前と仲がいい立川さんだが、山野課長がお前に嫌がらせしていると突然社長室を訪ねた時は驚いたよ。それはもう彼女は必死でさ、すぐにこの子は雄一のことが好きなんだなって思ったよ。そう父さんに言われた時は焦った。は？何言ってるんだよ父さん。俺と立川はただの同期で、それに立川がそんなこと思っているかどうかなんて父さんにわかるわけないだろう。慌てて弁解すると、どうやら逆効果だったらしい。なおさら俺と立川の仲を怪しんだ父はニヤニヤと笑みを浮かべた。その感じだとお前も立川さんのことが好きなんだな。わかるぞ、あの子良い子だもんな。でもお前がそんな調子じゃ告白もまだなんだろ。うるさい、父さんには関係ないだろ。そんなことはない。早く結婚して俺を安心させてくれよ。結婚って話が飛躍しすぎなんだよ。そもそも付き合ってすらいないのに。はは、やっぱり立川さんと付き合いたいと思ってるんだな。雄一は本当にわかりやすいな。今度はケラケラと笑い出す父。つい答えてしまった俺は自分を呪ったが、立川に告白できていない俺の背中をまるで押してくれているような気がした。頑張れよ、雄一。満面の笑顔を浮かべて俺を応援する父に、俺はくすぐったい感じを覚えると、もうそれ以上は何も言わなかった。旅行が終わってしばらく経った頃、旅行で社長の息子ということを明かしてから、なんとなく立川とは少し疎遠になっていた。黙っていたことをきっと怒っているだろうなと思うと、悔やんでも悔やみきれない。立川には、俺が社長の息子であることは、初めから言っておけばよかったんじゃないかと俺はくよくよしていた。立川には山野課長のことで助けてもらったのに、俺がこんなんじゃダメだと自分に喝を入れ奮い立たせる。謝って立川に許してもらいたい。俺は休憩中立川を呼び出すと外に連れ出して、社長の息子だったことを黙っていてごめんと頭を勢いよく下げて立川に謝った。立川は予想外の反応で、なんで謝るの？とびっくりして、あの後あまり話しかけないようにしてたのは、怒っていたからではなく、そんな身分違いの人に慣れ慣れしくしては失礼かと思ったから。と言い、俺の単なる勘違いだとわかり、心底ほっとした。そんなことは全然ない。よかったら、これからも仲良くしてほしい。俺は、必死にそう伝えると、鼓動が早く脈打つのが分かった。旅行先では色々あって告白すらできなかったが、今なら言えると緊張を振り切って、俺は言葉を続けた。立川のことが好きです。こんな俺だけど付き合ってください。勢いに乗って告白までしたが、返事を待つ間がとても長く感じられた。俺に告白された立川は驚いて、少し照れていた。期待は膨らんだが、立川はそれから小さな声で、答えは少し待ってほしい。必ず返事は返すから。と言って走り出し、仕事に戻っていった。俺はそこでもまた勝手に、すぐに立川が返事できないのは不甲斐ない俺のせいだ、と思ってしまうのだった。数ヶ月後、俺は予定通り中古車店舗に移動が決まった。今いる店舗のみんなにお世話になりました、と挨拶して店舗を後にする。結局、あれから立川から返事はなく、進展すらなかったので、振られてしまったのだな、と落ち込んだ俺。ショックのあまり、なんだか立川に呼ばれたような幻聴まで聞こえてくる。佐藤くーん！しかし、それがはっきり聞こえてくると、俺は我に返った。俺を呼ぶ声がさらに遠くから聞こえてきて、俺は背後を振り返る。するとヒールにスーツのスカートを履いているにもかかわらず、全速力でこちらに走ってくる立川が見えて、俺は驚いた。立川？一体どうして？あの時の告白の返事はイエスだよ。返事が遅くなってごめんね、
将来社長夫人になる可能性もあるわけだから、その重責を考えたら簡単に答えを出せなかったの。と俺の元にたどり着いた彼女は笑ってそう答えた。俺はそんな彼女を見て胸がいっぱいになる。それはつまり、社長夫人になる重責よりも俺と共に歩んでくれる道を立川は選んでくれたのだから。それでも俺を選んでくれたんだね。ありがとう、本当に。重責なんて考えさせないほど、俺ちゃんと立川のことエスコートするから。本当に？絶対だからね、佐藤くん。満面の笑みで俺の名前を呼んだ彼女は俺に小指を差し出した。俺も彼女に釣られて笑うと、彼女の小指に自身の小指を絡ませて約束を交わしたのだった。俺たちが晴れて恋人同士になった数年後、中古車店舗から高級車店舗と板金センターを経験し、本社管理部所属となった俺。次々と移動で新しい知識や業務を覚え続けなければならず、正直しんどいことも多いが、社内のことは全部知っておきたいという気持ちで一心不乱に頑張った。エリもそんな俺を応援してくれていて、差し入れを持ってきてくれたりしていた。デートを重ねていくうちに、お互いのことを名前で呼び合うようになり、同棲も始め、ゆくゆくは結婚も考えている。たまにエリのウェディングドレス姿を想像してほうけてしまうことがあり、上司に注意されたことがあるぐらい俺たちの仲は順調だった。子供も欲しいな。どっちに似るだろうかとか、女の子だろうか男の子だろうか、どっちにしてもエリに似て可愛いだろうと仕事中にまた想像してしまって、上司に再度注意を受けることになるのは言うまでもない。そしてさらに数年後、30歳を迎える年で俺は専務に昇格した。もちろん社長の息子であるからというのは昇格理由として大きいのだが、どの店舗でもどの部署でも誰よりも努力して成果を出し続けてきたので、社員のみんなも俺の昇格を心からお祝いしてくれていた。専務という立場になってもおごらずに初心を忘れず、車に携わっていきたいと考えている。もちろん散々お世話になってきた社長である父のサポートもしっかりしたいと意気込む。時々父はエリとの結婚はまだかとか、孫の顔を早く見たいと冗談っぽくせがまれるが、父親からの愛情を感じて胸がいっぱいになる。車のことでいつも頭がいっぱいだった父も、今や俺の将来のことで頭がいっぱいのようだ。それからさらに数年後、まるで父に応えるように俺はついにエリと結婚をした。父は嬉し涙を流し、これで親孝行ができたかと思えるほど感動してくれていた。仕事では社員たちの中で専務である俺に直接言いづらい不満をエリが吸い上げてくれるようにもなり、すっかり将来の社長夫人の役をしてくれている。夫婦で助け合ってこの会社をもっともっと盛り立てていこう。俺は父の背中を見ながらそう誓ったのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。お前中卒なんだって？親父はなんでお前なんか採用したんだよ。まったく。とある小さな出版社に勤務する僕、前社長が亡くなって新たに社長になった人に呼び出され、学歴に関して問い詰められた。学歴も体力もない僕でも働けるようにと環境を用意してくれた前社長とは異なり、彼は僕が在籍していることを拒絶したのだ。無能はクビだ。会社から出ていけ、この給料泥棒が。やっと見つけることができた就職先だったのに、僕は威圧的に責められて辞めることを余儀なくされてしまった。何も知らない彼の采配が小さな会社を窮地に陥れることになるとは思いもしなかっただろう。僕の名前は渡辺圭介。生まれつき体が弱くて体調を崩しがちだった。小学生になってからは特にひどく、頻繁に入退院を繰り返すほどだった。
そんな僕の趣味は本を読むこと。友達とのコミュニケーションはなかなか取れないし、同級生のみんなが勉強している間、僕は病院のベッドで横になっていることが多い。それを心配して両親が本をたくさん買ってきてくれたことが趣味の始まりだ。一度読み始めると周りが見えなくなるほど没頭する。本の中なら僕は何にでもなれる。勇者にも魔法使いにも、時には悪者にだってなれる。宇宙に行ったり海の中で生活したり、とにかく現実ではありえないような経験ができるので本の中が大好きなのだ。最初は簡単な子供向けの作品を読んでいたのだが、次第に難しい小説なんかも読むように。小学校高学年になってある程度知恵がついてきた頃、僕は自分でも物語を書いてみたいと思うようになった。ノートとペンを買ってもらい、ひたすら頭の中の物語を具現化した。今思えばめちゃめちゃな物語だったが、当時の執筆作業は僕に創作の楽しさを教えてくれるものであった。ケイスケ君、お薬の時間ですよ。うん。ねえ先生、これ僕が書いたんだよ。薬を持ってくる看護師や様子を見に来た先生、さらには同室の入院患者に至るまで、さまざまな人に僕の創作物を見せつけた。あら、すごい。上手に書けてるわね。ケイスケ君、本読むの好きだもんね。うん、大好き。僕、もっともっと本書けるよ。みんな、僕の作った物語を褒めてくれた。きっと、子供が作ったものだからそう言ってくれていたのだろう。良くも悪くも、使える時間はたくさんあった。読んで書いてを繰り返していくうちに、さらに好きに、さらに深く本にのめり込むようになっていった。中学生になったある時、僕はまた体調を崩して入院した。相も変わらず読書と執筆をしていると、右隣のベッドの少年が話しかけてきた。僕と同い年くらいだ。ねえ、いつも何を書いてるの？学校の宿題？うん、これはね、僕のオリジナル小説を書いてるんだ。へえ、すごいじゃん。俺にも読ませてよ。彼は僕の話に興味を持ったようで、目を輝かせてこちらを見た。これはまだ書いてる途中だから、と告げ、ベッド脇に置いたカバンから別のノートを出して渡した。彼は右腕を骨折しているようで、左手で受け取った。お腹にノートを立てて、不慣れな動きでページをめくっていく。そういえば、彼が食事に苦戦しているのを見たことがある。言うまでもなく、右利きなのだろう。え、面白い。めっちゃ面白いじゃん、これ。ありがとう。嬉しいよ。今まで読んでくれた人の中で、彼は最も大きな反応を示した。他にはないのか？と聞かれたので、先ほどと同じカバンから何冊も出して渡した。一つ読み終わるたびに、彼は大げさに褒めてくれる。ねえねえ、挿絵はないの？絵があった方が、もっと世界観を想像しやすいと思うんだよね。絵か。僕、絵は描けないんだよね。小説を書くようになってから、彼が指摘したようなことは、僕も何回か考えた。かなりの時間を割いて絵の練習をしたが、一向に上達する感じがしなかった。世の中の小説は絵がないものも多い。無理せず僕は文章を書くことに集中しよう。そうやって絵を諦めた過去がある。そうなんだ。俺、絵描けるよ。美術5だし。描けるんだ。すごいね。羨ましいよ。何度自分の小説に絵をつけたいと思ったことか。賞賛を送ると彼は自分の右腕を見て少し寂しそうにした。こんなんじゃなければ俺が君の小説に絵をつけられたんだけどね。利き腕の負傷を心底悔やんでいるようだ。
僕の小説に彼が絵をつける。今まで一人で創作をしてきたが、そういう合作も面白そうだ。怪我が治ったら、君に絵を見せに来るよ。気に入ってもらえたら、いつか俺が君の物語に絵をつける。約束な。そう元気よく言うと、彼は、高山空って言うんだ、と名乗りながら左手の小指を立てた。僕は渡辺圭介。約束ね。ベッドから精一杯腕を伸ばし、僕も小指を立てる。こうして、ここに合作の約束が交わされた。しかし、そんなタイミングで僕の体は悲鳴を上げる。体調が悪化し、個室への移動を余儀なくされたのだ。幸いすぐに良くなって、大部屋に戻ることができたが、その時にはもう彼は退院していた。絵は見れなかったし、お別れを言うこともできなかった。約束を果たせそうにない。それが、たまらなく悔しかった。入院生活が長かった僕は、高校進学を断念した。中学校を卒業した頃でも、長期的に体調を崩すことがあったため、せっかく入試を突破して入学しても、卒業できる見込みがなかったのだ。かといって、何もしないわけにはいかないので、体に負担がかからないような就職先を探した。だが、そんな会社はどこにも見当たらない。それに、こんな体では入った会社にも迷惑だろう。そう思うようになり、だんだん卑屈になってきた。もう無理だ。そう諦めかけていたのだが、ある時、父が友人に頼んで仕事を見つけてきてくれた。出版社？ああ、父さんの友達の宮崎さんという人がやってる会社でな。圭介を拾ってくれた。もちろん、体調のことを把握した上でな。実際に会ってみると、宮崎さんはとても優しい人だった。見た目からも心の優しさが伝わってくる。すぐ体調を壊すし、中卒ゆえに難しい話はまだ分かっていない。そんな僕でもできる仕事を一緒に考えてくれたのだ。恩人だと言っても過言ではない。主な業務は資料の整理やファイリング、作家さんへの連絡などの簡単なものだ。宮崎社長の会社で働き始めて少し経った頃、昼休みに社長に会って雑談をする機会があった。仕事の話くらいしかしたことがなかったので、新鮮な気分だ。ところで圭介くんは何か趣味はあるのかい？食堂でご飯を食べながら、僕のことについていろいろと話をしていく。友達なんてほとんどいない僕にとっては、この話題はすごく楽しく感じられた。趣味は読書と執筆です。入院中は恐ろしく暇なので、よく読んだり書いたりしてました。おお、執筆か。生産的な趣味を持っているんだね。漫画かい？いえ、絵が描けないので、小説を書いてます。小説か。よかったら今度読ませてほしいな。出版社の社長からそんなことを言われた僕は、なんだか興奮してしまい、次の日はカバンの中に小説を書いたノートを数冊入れて出勤した。昼休みになると、それを持って食堂へ行き、わざとらしく、また社長とご一緒した。これは、君が一人で書いたのかい？はい、小中学校の頃に、病室でちまちまと。そうかい。いや何、とても面白い小説だと思ってね。文章はまだ荒削りで、練習が必要だが、物語のアイデアは素晴らしい。設定もよく考えられている。社長は、僕の小説を読むなり、そんな風に絶賛してくれた。迫力のある描写が特徴的だね。漫画にしたら面白いかもしれないな。君さえ良ければ漫画家に頼んでみようと思うけど、どうだい？僕の物語が漫画に？ああ、大した能力だ。これがただの子供の創作物として引き出しに眠ってしまうのは非常にもったいないよ。会社のトップに気に入られてしまったものだから、コミカライズの話はトントン拍子に進んだ。あまりの嬉しさに、僕の心臓は常に高鳴っていた。まさかまた体調を壊したのかと、そう錯覚するくらいであった。担当してくれることになった漫画家は、
古谷さんという30代の男性だ。うちの出版社に所属する漫画家さんで、漫画を一つ連載中だ。画力の高さは評価されているものの、世間からはストーリーが微妙だと言われているらしい。今日からよろしくお願いします、古谷さん。ああ、元気に挨拶をしたのだが、古谷さんは何かが気に入らない様子だ。反応は薄いし、舌打ちまでされてしまった。何か気分を害すようなことをしてしまったのかと心配していたが、不機嫌な理由はすぐに分かった。社長が絶賛するからどんな奴が来るのかと思ったら、こんなガキかよ。どうやら僕みたいな病弱なガキが社長に認められていることが気に食わないらしい。不本意そうだが、社長の依頼だからという理由でコミカライズの担当を引き受けてくれた。しかし僕を見下す態度は一切変わらない。それだけなら構わないのだが、古谷さんは渡した原作の設定を勝手に変えたり、謎のオリジナル要素を入れたりした。また作者の表記に僕の名前を入れてくれないし、物語の解釈について何も相談してくれない。電話してもなかなか出ないので、制作は仕方なくそのまま進んでいく。それでも僕は自分の作った物語が世に出るんだという嬉しさから、ゴーストライターとして作品を書き続けた。制作はそんな感じで問題を抱えていたが、漫画自体は大ヒット。世間からは古谷の漫画にしては話が面白いと大好評だ。僕が書いた内容は、高校の鬼退治部に所属する少年が悪事を働く鬼を成敗していくというもの。タイトルは鬼退治学園だ。多くの人に読んでもらえるよう、わかりやすい必殺技や様々な個性を持ったキャラクターを用意している。主人公を導いてくれる師匠や先輩、同級生たちとの絆が主題となる作品になっている。人の心の問題や社会問題などを抽象化したものを鬼として書いたためか、老若男女問わず受けた。単行本の売れる勢いも凄まじく、なんと累計1000万部を超え、アニメ化や映画化の話題まで出ている。この大ヒットにより小さな出版社は急成長を遂げるのであった。そんな中、僕にとっても会社にとっても深刻な事態が発生した。社長の宮崎さんが急逝したのだ。病気だったらしいのだが、本人はずっと元気で弱っている様子は全くなかった。あまりにも突然のことだったので、会社は混乱を極めた。空いてしまった社長の座には宮崎翔平さんがついた。前社長の息子さんだ。彼はまだ若く、今までアメリカの会社で働いていたそうだ。出版とは全然関係ない業種で働いていたので、会社のことはよくわかっていない。向こうでハーバード大学を卒業したというのが自慢らしく、学歴至上主義を掲げている。そんな人に見つかってしまった僕は、社長室に呼び出され、案の定、学歴のことで問い詰められた。渡辺、お前中卒なんだって?はい、中学校を卒業して、すぐからお世話になってます。はぁ、親父はなんでお前なんか採用したんだよ、まったく。最近では僕は鬼退治学園の原作執筆に加えて、事務の仕事も手伝えるようになっていた。しかし誰が何の仕事をしているかまだ把握していない翔平さんは、僕が事務仕事をしているところだけを見て、ただの雑用係だと思ったようだ。わかってると思うが、俺は親父と違って中卒の無能を慈悲で置いておくなんてことはしない。無能はクビだ。会社から出ていけ、この給料泥棒が。ものすごい剣幕で迫られ、僕は思わず泣きそうになった。だがここで引くわけにはいかない。父や前社長が助けてくれたから僕はこの会社にいる。彼らの思いを無駄にすることは絶対にできないのだ。お前なんかどうせ一日中雑用しかやってないんだろ。そんなもん安くバイトでも雇えば終わりだ。会社にとってお前を置いておくメリットが1ミリもないんだよ。足がすくんでしまい、何も言い返せない僕。それをいいことに翔平さんは言いたい放題だ。こんなに怒られるのなら
言われた通り、辞めてしまってもいいんじゃないか。そんな考えも浮かんでしまう。いや、それでもダメだ。僕は心を奮い立たせ、頑張って言い返すことにした。実績を、学歴だけじゃなくて、僕の実績を評価してほしいです。実績だ？はい、僕は今すぐ辞めるわけにはいかないんです。せめて連載中の漫画だけは、しっかりと最終回を迎えさせてください。どうしても辞めろというのなら、せめて前社長が高く評価してくれた作品を完結させたい。彼の名誉にかけて、打ち切りになんてしたくない。そう必死に訴えかけたのだが、翔平さんはそれでも聞く耳を持たなかった。はっ、何バカなこと言ってんだ。中卒が考えた漫画なんか、どうだっていいんだよ。どうせしょうもない作品だろ。鬼退治学園という作品であると伝えたが、彼は、いかにも無能なガキが考えそうだ、と嘲笑うばかり。そうか、彼はずっとアメリカにいた。だから、日本のエンタメのことは全然わかってないんだ。ましてや、僕が原作を担当している鬼退治学園が大ヒットしていて、アニメ化や映画化の話が進んでいることなんて、想像もしていないのだろう。そんなに続きが書きたきゃ、よそでやれ。お前が何と言おうと、首は覆らねえからな。ああ、もう何を言っても無駄かもしれない。きっと、鬼退治学園の映像化について説明したら、権利を奪われた上で追い出されるだろう。それこそ、前社長への冒涜にあたる。そんな悲惨なことになる可能性があるのなら。わかりました。では、僕が作った作品に関する著作権を会社は放棄するという旨の文章を作ってください。どうせしょうもない作品なので、権利なんかいらないですもんね。ああ、いいだろう。作ってやるからとっとと消えろ。そのお願いだけは聞いてくれた。僕は新社長に頭を下げ、社長室から出た。これで僕の退職は確定。父には申し訳ないと思うが、仕方ないよね。廊下を歩いていると、鬼退治学園の編集担当者である小島さんとすれ違った。おや、社長と何かお話しても？はい、僕、退職することになりました。あっさりと告げた僕に、彼は、え？と大きな声を出して驚いた。待ってよ、圭介くんがいなくなったら、鬼退治学園はどうなるのさ。すごく慌てているようで、声が裏返ってもお構いなしに聞いてきた。鬼退治学園は今や、間違いなく社内で一番大きい仕事だ。彼が焦るのも無理はない。新社長が、僕が書いた一切の原作についての権利を手放すとおっしゃったんです。おいおい、なんてこった。中卒無能はいらないと言われたことや、書きたければよそでやれと言われたことを彼に話すと、残念だけど仕方ないかと彼は同情してくれた。彼も彼で新社長の采配には思うところがあるらしい。よく考えてみれば、日本のエンタメの状況を把握していない出版社の社長なんて聞いたことがない。じゃあ、鬼退治学園は別のところで連載するの？はい。打ち切りにはしたくないので、そうする予定です。そっか。だったら、いい出版社があるんだ。紹介するよ。彼が紹介してくれたのは、誰もが耳にしたことがあるくらいの大手だった。彼の友人がそこに勤めているらしく、掛け合ってくれるらしい。でも、そんな大手に僕が拾ってもらえるんですかね。大丈夫、心配いらないよ。なんて言ったって。手土産が最強だから。鬼退治学園の権利と、その原作者という肩書き。自分では言いにくいが、確かに同業他社に転職するにあたっては、強力な武器になるだろう。俺は鬼退治学園の自称一番のファンだからさ。続き、楽しみにしてるよ。はい、必ずやりきります。ついさっき、翔平さんに罵声を浴びせられたばかりの僕には、小島さんの言葉は、暖かすぎた。
彼の言葉に涙ぐみながら、僕はお礼とともに頭を下げた。小島さんに紹介してもらった出版社は、想像はしてたけど、本当に大きい会社だ。事業の規模もそうだし、ビルの大きさも桁違いに感じる。建物の高さにビビっている間に、なんだか胃がキリキリしてきた。子供の頃よりは体調を崩す機会も少なくなっていたが、やはりこういう場面では不調が起こる。大丈夫ですか？顔が真っ青ですが。ふと誰かが声をかけてくれた。見ると同い年くらいの男性であった。大丈夫だと笑って返事をすると、彼は何かに驚いた。なんだなんだと思っていると、男性は満面の笑みで大きな声を出した。もしかして圭介くん？渡辺圭介くんだよね。そうだけど。相手は僕を知っているようなので必死に記憶を探る。彼の顔を見ているとだんだん思い出してきた。空くん？そうだ、昔入院してた時に話した高山空くんだ。僕の体調が悪化したせいで急に離れ離れになったけど、まさかこんなところで再会することになるなんてびっくりだ。空くん、こんなところでどうしたの？この出版社に用事があってね。圭介くんは？僕もここに用事があるんだ。すごい偶然だね。しかも彼も少年漫画の担当者に用があるという。もはや怖くなるくらいの偶然に僕らは手を取り合って喜んだ。受付で空くんとは一旦別れ、要件を伝えた。少し待っていると小島さんの知り合いの方が迎えに来てくれた。大島さんというらしい。渡辺さん、ようこそ。小島から聞きましたよ。災難でしたね。いえ、僕が中卒無能なのが悪いんですよ。ははは、またまた。さ、立ち話もなんですから、こちらへ。エレベーターで上がり、応接室へ案内された。中に入ると、すでに男性がいた。こんにちは、編集長の山下と申します。こんにちは、渡辺です。大島さんが編集長にも話をつけてくれていたようで、早速、鬼退治学園の連載の話になった。いや、驚きましたよ。まさかあの鬼退治学園の原作者さんが弊社を選んでくださるとは。こちらこそ受け入れてくださりありがとうございます。あのままじゃせっかくのヒット作が空中分解するところでした。そんな雑談から始まり、打ち合わせの内容はどんどんディープになっていく。権利回りの難しいことは会社に任せて、僕は原作の執筆に集中すればいいらしい。連載の再開時期や、その他様々な段取りが決まっていく。そんな有意義な時間が流れていたある時、ノックの音が聞こえた。失礼します。そちらに合流するよう言われてきたのですが。空くん？応接室に入ってきたのは、空くんだった。お互いに何がどうなっているのかわからず困惑していると、大島さんが説明してくれた。あれ、知り合いだったんだ。実は、鬼退治学園の連載をするにあたって、漫画家を厳選したんだけどね。満場一致で彼、高山空さんがいいということになったんだ。彼の絵は繊細で、かつ迫力が凄まじいため、派手な必殺技や、特徴的なキャラクターが多く出てくる鬼退治学園に、適任だということらしい。ちょっと待ってください。じゃあ鬼退治学園の原作者は圭介くんってこと？そうなんだよ。どこにも僕の名前が載ってなかったから知られてないけどさ。元コミカライズ担当の古谷さんは結局最後まで僕の名前を出さなかった。前社長が載せるように頼んでもごねたらしい。僕は早々に諦めて、権利さえ保証してくれるなら載せなくても構わないというスタンスだったので、こんなことになっている。本当に自分が書かせていただいていいのですか？圭介くんの物語に自分が絵をつけていいのですか？泣き出してしまうんじゃないかと思うほど、空くんの言葉には感情が乗っていた。そんなに嬉しそうにされると、
僕まで釣られて泣いてしまいそうだ。大島さんや山下編集長がうなずいて、頼むよと告げると、空くんは大げさに頭を下げてお礼を言った。それから少しした頃、空くんが僕の原作を忠実に漫画にしてくれたというので見せてもらった。思えばこうして彼の絵を見るのは初めてだ。あの時は僕のせいで見られなかったからな。あくまで下書きだからこんなイメージでって感じね。すごい書き込みだ。ここからさらに磨き上げていくの？繊細な書き込み、迫力のある画面構成、自然と目線が流れる小回り、どれをとっても一流の漫画家レベルだ。空くん曰く、まだ下書きとのことだが、この時点ですでに古谷さんの漫画を超えているようにさえ感じる。それに彼の絵柄は鬼退治学園に恐ろしくマッチしている。すごいや、僕が思い描いたものそのまんまだ。誇張もお世辞もなしにそう言うと、空くんは大喜びした。僕もそれに同調して童心に帰ったかのように飛び跳ねてしまった。これで約束は果たせたね、圭介くん。あの日病室で誓ったこと、僕の物語に空くんが絵をつけるという合作の約束が今ここに果たされたのだ。もう叶わないものと諦めかけていたけど、まさかこんな運命が待っていたとはね。そうだね、空くん。二人で改めて握手を交わし、僕らは笑い合った。その時の彼の顔は、子供の頃と変わらない、無邪気なものであった。またしばらくして、鬼退治学園は新たな環境で再スタートした。そんなある時、携帯に着信が入った。古谷さんだ。はい、もしもし。おい、お前。いきなり怒鳴られ、びっくりして携帯を落としそうになった。何ですか、急に怒鳴って。何ですかじゃねえよ。勝手に会社辞めやがって。ああ、そのことか。僕が辞めて1ヶ月も経っているのに、なんで今更そんなに怒るのだろう。まあ、社長にクビだと言われたので、仕方ないですよ。ふざけんな。しかも俺の連載が打ち切りだとは。俺が書かなきゃお前の話なんか誰も読まないだろ。権利を返せ。鬼退治学園は俺のもんだ。何を言い出すかと思えば、何やらいろいろとわめいているが、彼が落ち着くまで相槌一つ返さずに待った。文句は社長に言ってくださいよ。僕に権利を渡したのは彼なんですから。続きを書きたければよそでやれと。そう言われたので僕は従ったまでです。事情を説明したが、古谷さんはまたわめき始めてしまう。しまいには、お前が移籍して続きを書くって言うなら、俺もついていって漫画を書くべきだ。なんて言い出す始末だ。鬼退治学園が売れたのは、自分の功績だと思っているらしい。しかし、それは大きな勘違いだ。確かに大ヒットはしたが、読者から残念なポイントとして、いくつか言われている部分がある。そのどれもが、原作にはないもの、すなわち古谷さんが勝手に付け加えたオリジナル要素なのだ。あなた、僕のこと見下してたじゃないですか。だったら僕の原作にこだわることはないんじゃないですか。新しい原作者を探すか、あなたのオリジナルを一から作ってくださいよ。鬼退治学園をヒットさせた腕利きの漫画家なんでしょ。てめえな。その後もずっと古谷さんは何か言い続けてきた。うんざりした僕は聞いているふりだけして隙を見て言いたいことを言った。僕だって適当に書いてるわけじゃないんですよ。いろいろと考えて設定や構成を練ってるんです。それを何の相談もなく変えてしまうあなたには正直嫌気がさしてました。しかも僕の名前は意地でも載せようとしない。そんなのあんまりじゃないですか。散々文句を言っておいて、僕が何か指摘するとうめくばかり。あなたが鬼退治学園を書くことはもう二度とありません。ではさようなら。そう言って無理やり電話を切った。他人と喧嘩をしたことなんかなかったので緊張したし、なんだか疲れてしまったけど、今までの鬱憤を晴らすことができてすっきりした。あれ、今度はこっちか。古谷さんからの電話を切ってわずか数十秒後、今度は
翔平さんから電話が来た。もしもし。ああ、私だ。宮崎だ。あの時はすまなかった。君をけなしてクビにしたことを謝る。だからお願いだ。どうか戻ってきてくれないか。ぜひ、またうちで鬼退治学園を書いてほしいんだ。鬼退治学園を手放すという己の愚行を、やっと理解したのだろう。古谷さんか、小島さんかわからないが、きっと誰かが社長に話したんだな。反省しているかのような声色を使っているが、どうせ演技だ。ただ、鬼退治学園によって生まれる利益と名声が欲しいだけで、言葉通りのことなんか思ってない。僕は勝手にそう決めつけて、別れの挨拶を言うことにした。あの時、社長に相談して権利を手放してもらったのは大正解でした。今後、メディアミックスが予定されてるんですよ。まあ、あなたには全く関係のないことですがね。では、さようなら。待ってくれ。話を。翔平さんはまだ何か言いたげだったが、僕はもう彼の声を聞きたくもない。古谷さんの時と同じように、勝手に電話を切った。またかけてきたら面倒なので、二人とも着信拒否に設定してしまおう。編集長や、新しく担当してくれる大島さん、そして、空くんと相談し、鬼退治学園は一からリスタートすることになった。また、作画が変わったことを理由に、リメイクという形で、プロローグから連載し直すことにした。これで、不評だった余計なアレンジを取っ払うことができる。空くんの作画は、相変わらず僕のイメージにぴったりで完璧だ。読者からは、絵もストーリーもさらに良くなって帰ってきた、なんて言葉が聞こえてくる。もちろんそれも嬉しいのだが、僕が一番感激したのは、僕の名前が載っていることだ。高山空と渡辺圭介の二つが並んでいるところを最初に見たときは、本当に涙が溢れた。ネット上には、大ヒット漫画、出版社変更の謎、なんて書き込みや記事が乱立している。時間のある時に覗いているが、そのどれもが、トンチンカンなことを言っている。まあ、これも漫画が注目されているという証拠なのだろう。僕が電話に出ないためか、翔平さんは会社経由で、僕に接触しようとしてきているらしい。だが、実際に顔を合わせたのは、退職した日が最後だ。こちらの会社の顧問弁護士が間に入って、彼をせき止めてくれているらしい。大きな会社なので、そのあたりの保護がしっかりしていて安心できる。その後、翔平さんの会社は倒産してしまったらしい。僕を拾ってくれた前社長には、多大な恩があるし、潰れてしまったのは悲しい。僕が辞めた後、優秀な人たちは新社長を見限って、次々と退職したのだとか。そのせいで、運営ができなくなったようだ。それもこれも翔平さんが社長になったせいだ。前社長が亡くなった時に翔平さんが出しゃばらず、出版社のことをよくわかっている古参社員が社長に就任すればよかったのだ。まあ、過ぎたことをあれこれ言っても仕方ないか。本当に亡くなってる。たまたま前の会社の近くを通る用事があったので見てみると、出版社の看板が外されて、リフォームか何かの工事が始まっていた。嬉しくはないが、泣くほど悲しいわけでもない。なんだろう、なんとも表現しがたい、複雑な気持ちになる。その後、メディアミックスされた鬼退治学園は、世界中で人気になった。たくさんの人に読んでもらえて、誇らしい。圭介くんがいなければ、俺は漫画家として、ここまでたどり着けなかっただろうな。僕だって、空くんの絵がなかったら、ここまでじゃなかったと思う。鬼退治学園はクライマックスを迎えており、もう何ヶ月かで最終回を迎える予定だ。すでに次の作品の構想を練り始めている。作画担当はもちろん、空くんだ。これからもよろしくな、相棒。うん、よろしくね、空くん。あの日、病室で交わした約束は、一作品では終わらなかった。これから、何作も何作も、二人の合作を書いていくつもりだ。鬼退治学園が完結した後も、僕たちは複数のヒット作品を生み出した。世間からは、名コンビだなんて言われるようになっていた。空くんの絵を見ると、インスピレーションが湧く僕と、
僕の物語を忠実に絵に起こす空くん。これは確かに名コンビかもしれない。こんな相互補完ができるのは僕たちのイメージが一致しているからだろう。ああでもない、こうでもないと語りながら最高の作品を二人で作り上げていく。それが合作というものだ。ある時、僕たち宛に子供からファンレターが届いた。その子は体が弱くて入院することが多いらしい。けど、鬼退治学園で漫画にハマってからは毎日が楽しいです。という一文が書かれている。幼い頃の僕も似たような境遇だった。物語を読む、綴るというのは僕にとって希望だったのだ。その頃の思いを忘れずに、これからもたくさんの物語を作っていきたい。たくさんの人に希望を与えたい。そう思いながら、僕は今日も筆を取るのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。